どうもバロンザーマスです。茨城大ニュータウンですね、こちらの方で YouTube の、その撮影スタジオを作ろうと思って前一回動画上げさせていただいたと思うんですけど、やっぱりねこうライティングですね、照明の角度がやっぱりうまくいかなくって、でかなり勉強させていただきました。でその上でですね、まあこう安上がりなパーツをねこう DIY で工夫してっていう形にはなってるんですけども、やっぱりねこのホワイトボード、これはね買い替えれないですけど、いいのを買った方がいいですね、間違いなく。僕ので4000円ぐらいなんですよ。でめちゃ反射するんですよね、光沢があって。でこれをねこうあんまり反射しないのも売ってて1万何本やったかな。でそれするだけで全然ちゃうかったと思います。でね、今こう顔に光当てたりとかいろいろ工夫してるんですけども、でこれも女優さんとかがレフ板やったりとかして顔当ててそんなめんどくさいをしてるなーって思ったんですけど、実際ねこうデジタルのカメラのレンズで撮るときってこういうことしてないと真っ黒系に映ったりするんですね。だからすごい勉強になりました。こうテレビ局のシステムそのもの、そういったものも同時にねやっぱり本気でより良い動画を撮っていきたいと思っているので、で追求すればするほどですね、ああなるほど、やっぱり理屈があるんだなと思って感心して取り組んでおる次第でございます。まあ実際ねこれやっていくうちに、まあ、答えにたどり着いていくんですけども、まあ要は対角で45度ぐらいでちょっと上から照らして打ち消す形で左と右の顔ですよね。例えば右側の顔を照らすとですね、左側が影になって暗くなる、でそこを補っていくっていうようなやり方でしていくと結構綺麗に均等に映るんですけども、この GoPro っていうのは外で太陽光の中でめっちゃ綺麗に撮れるんですよ。で、あのぐらい均等にどの角度も色がつくとめちゃくちゃデジタルのカメラって画像を拾いやすいんですよね。でそうじゃないこういう密室や部屋ね、こうなってくると僕はまあイケメンやったら逆に雰囲気が暗い方がかっこよく映ると思うんですけども、まあなんか疲れて見えるとかね、なんか僕は体焼けすぎてるのもあるんでしょうけど、なんかちょっと休んでもらっていいですよなんて言ってもらうとですね、逆に不安にもなるので、ちゃんと光沢を出して画像上もっと良いようにしようと思って努力しておる次第ですね。でまあまあさらに継続してですね、改装を続けているという動画になるんですけど、この部屋が6畳なんですね。6畳の洋、まあ、和室を洋間にしたっていう、僕でね、DIY したんですけど、もう机とかも全部小さくして荷物置きだけにしようと思って今一人で黙々とやってるわけですよね。で、あとですね、まあ照明も、まあ地震の時に倒れるやんとか、まあいろいろなことも考えていくとですね、なんか一工夫ないかなと思って、こう Amazon でね、ずっと見てたんですけど、ちょっとひらめいてね、お風呂場に、こう、荷物を、例えば、シャンプーとか置く場所がない時に、立てる用の突っ張り棒があったんですよ。1700円ぐらいで。で、そいつ使ったら天井とぶつけてうまくいけるやん、みたいなね。はい。そんなんで、まだいろいろ工夫して。で、これはいただきもんですね。体育祭とか、会社とかでも、会議場でも使う、折りたたみ机。これ、細いんで、これ便利なんですよ。で、ここ荷物置きにしようと思って、これに入れ替えて、立派な机はもう保管庫に入れておくと。はい。応接セットみたいなね。それもね、いただき物あるんですけども、全然使うこともなくですね。で、これがまあまあ、一旦外側に、立ち回りができるように真ん中をスパーン開けたと。エアコンも当然つきました。もう超ハイ、もうハイテク機にありましたよ。この、茨城台もね。で、こっからですね、もう突っ張り棒突っ張って、これで本当はここ、あれですよ、シャンプーの置く場所ですよね。そこに GoPro を置いて、さあ、こっからどう映そうかっていうことで、右上のライトですね、照明の方を実はずらしてですね、対角で、左側のライトとぶつけ合う形で私を照らしています。でさらにですね、もらいもんの LED を右側見てわかると、変な棒みたいなのぶら下がってるでしょ。あれで僕の顔の左側を照らそうという戦法ですね。今つけましたね。こうするとね、左側が綺麗に映って右側と対称になるんですね。で、さらに後ろから照らして、こう、少し立体感出ましたか？立体感でなんかもう、僕のガタイがちょっと変な格好になってますよ、ね、ごめんね。胸もお腹も出とるやないか、みたいな。ちょっと恥ずかしい。で、まあカメラが無知なんで、ちょっとお許しください。で、あとですね、天井側からですね、今度は私の頭部から黒板側、ホワイトボードね、ホワイトボード側までの明るさがまだ弱いので、映らん程度でこうね、LED ライトを増設して今仮止めしているところですね。この突っ張り棒戦法当たりでした。もう、あとはね、ドリルで穴開けたりせずに全部タイラップでね、固定できるんで、再してね、重たくないですから。よしよし、うまくいってきたぞと。あとは僕の顔ですね。
顔専用スポットライトですね。これだけはもう後ろのホワイトボードに映り込んでもいいから、もう僕を美しく照らすと、ね、もう加納姉妹のようにね、綺麗になりたいと、ね、昔は鈴木園子さん、デヴィ夫人とかね、はい、そういったところで、あ、古いな、ちょっとやめとこう。はい。で、まあ、色白を目指していくと、色黒なのに色白にするというね。まあ、健康的に焼けてるんですよ、僕ね。うん、体も鍛えてるし、まあ、一仕事しても疲れへんしね。なんだけど、映り方が悪かったっていうことは非常に反省しちゃう次第なんですね。で、まあ、定位置が決まったので、いよいよね、固定をしていくと。まあ、タイラップもね、実際50キロぐらい耐えれるようなタイラップもありますから、何個も止めていったらうまくいくもんです。そして完成したのがこのお部屋ですね。つい中央に棒が立ってですね、これでいくらでも調整もできるようになったと、まあ、そういうことでございます。今後もね、教室の方もやっていきますんで、講座かご視聴の方よろしくお願いいたします。あと言い忘れてた、もしよかったらチャンネル登録と高評価、そしてコメントの方もよろしくお願いします。あ、まだちょっと尺ありましたね。皆さん、ぼちぼち行きましょう。銀ですかー。